こんばんは、セークレッドグランドの辛坊です。今回の動画はセルフステアについて話してみたいと思います。どうしてこの題材を取り上げるのかっていうと、以前にですね、アマリングとかタイヤをよく見てみようとかステアリングダンパーの話をして、そこであのだですね、まあ、そうだ、ハンドル荷重を切った方がよく曲がるっていう GP ライダーの人がいるとか、まあそのセルフステアで。 ハンドルには余計な力を入れない方がいいんだみたいな話もあったりじゃあそれって一体どういうことなのっていう部分を、まあ、私自身もしばらく昔から考えたりとか、えー、咀嚼してる部分があってで動画見た方からも質問があったので、まあ、それを交えて話していきたいと思いますですから、まあ、すごく深く分析してるっていうことでもないんですが、まあ、自分自身の実感も含めて話してみたいということです、えー、今年入ってですねしばらく この5年ぐらいサーキット走行っていうものをしていなくて、まあ、結婚して子供が小さくて忙しいとかいろんなことがあったわけなんですけれど、えー、このままじゃいけないなということで、まあ、少し減量あのお肉を落とすこともしなきゃいけないしあのバイクで走る方もいろいろと試してみようという形で、えー、まあ主に恵比寿サーキットをですね恵比寿の東ですねこの前田湖さんの走行会を主に走り込んだわけなんですけれどもそこでまあ面白い発見が あったりあと以前56レーシングさんのえまあが夏合宿そこに参加した時にモバラのショートを走っても少し感じたことがあったのでそれをまとめてみたいそれはセルフステアをどう考えるまあ扱うかでまあ打をまあ一般的に言うとこじるどう,やどうやってこじっていくかっていうところについて話してみたいと思うわけなんですけれど基本的にはですね初心者と呼ばれている方々は あのセルフステア要するにバイクがバンクすることによって火事が自動的に切れる、まあ、ハンドルが消えていくわけですけれどもその部分を邪魔してるというふうに考えているわけですで、えー、邪魔してるからバイクが曲がらないだから深いバンク角が必要になってきてバイクは倒れてるのに曲がらないというで転倒する危険性も高まるというふうに考えていますそこでこういう質問が来るわけですね あの上級者 GP ライダーの人だったりそういう人がステアリングをこじるとかあのちょっとステアリングの邪魔をした方がよく曲がるっていうことをおっしゃってるとでそれはじゃあ冒頭に話したあの初心者の人たちと同じことをしてるのかって考えた時に、まあ、同列には扱えないということですねつまりバイ,クをのバイクのセルフステア自動操舵の機能を 邪魔してるのか使えるけど、えー、邪魔をするもしくは生かす、えー、使い方を変えるのかっていうようなあのその違いがあるわけです。でそれはセルフステア基本はやはりセルフステアであるべきあるべきってちょっと言い方よくないですよくないんですけどセルフステアでどういうふうに曲がるのかっていうのを知った上でじゃあもっと曲げるにはどうしていこうかって考えなきゃいけなくて。 で最近その走ってて、まあ、基本私は極力セルフステアで曲がりたいと思って、まあ、特に街乗りなんかはそういうふうに考えてるわけですけれどさっきと走ってるとそれだけじゃ、まあ、追いつかない時もあったりするわけです。でじゃあ分析的にいこうってなると、えー、やはりこの加速、えー、減速旋回っていうその、まあ、3つの要素をやはり取り入れていかないといけないなというふうに思い至りました。 えまあ、旋回コーナリングという意味では直線部分から減速、まあ、減速があって倒し込みがあって、えーまあ、旋回中があって加速があるとだから倒し込み旋回加速っていうその、まあ、倒し込み減速っていう言い方もありますがその3つの要素でまず大きく分けて分解していかないといけないじゃあ倒し込みの時のセルフステアなのか旋回中、まあ、アクセルのオンオフがない減速もないし加速もない 街の状態でどうするのかそして加速状態でどうしますかっていうその3つを考えなければいけませんいけません、えー、考えるその3つの要素で何をしてるのかっていうことがわからないでセルフステア、えー、セルフステアこじるその2つのがどっちがいいんだっていう論争はなりえないわけですねだから、まあ、一般的には原則時の倒し込みで あの打をちょっとこうあの逆相談になるようにグーッと倒し込んでいくのかもしくは旋回中さっきも言ったような、えー、加減速なしの,あの待ち状態でそれを入れていくのかで加速中に火事入れるるんでですすかって話になるわけですねじゃあ皆さんが言うそのセルフステア、まあ、セルフステアっていうのはどの領域においてもあるわけでじゃその「家事の邪魔をした方が早いです」っていうのはじゃどこであなたはその話してるんですかっていうことを 考えななけければいけないとで、まあ、ミニバイクとかオフロードとかだと案外,案外試せるのがあの倒し込みでででを内側に入れるるっていうことが結構できるんですねでそれは何でかっていうと路面の摩擦力とかタイヤのグリップ力っていう部分で特にオフロードなんか切ったら本当に切れるぐらい路面の摩擦が少ないのであの思いっきり切れてしまう。 でそうするとバイク曲がるのか曲がらないのか逆ソーダの方が入っていくんだろうかっていうことをあの倒し込みできると普通はあの内側にコーナーが右なら右にソーダを切るとバイク起き上がってしまうんですけどそれを体を入れて無理に倒し込んでいくこともできるし、まあ、逆ソーダでバイクだけ倒していくっていう方法もあるわけですじゃあ旋回中と加速中何してるんだろうって考えてると主にそのセルフステアまたは 捨て、えーまありの邪魔する邪魔をするって言い方よくないから二輪バイク二輪車の自動操舵と人間が、えー、意図的に生きるその意図的操舵というべきなのか分かんないんですけれどもその2つ原則倒し込みのあたりを皆さん主に話してるんじゃないかなって思うんですね。でそこはやはやりり動動かかしたり動かす その意図的相談をしたり、しなかったりすることによって明確に違いが出るんですけれど、じゃあ。加速中ってそれやりますかね？っていう話になってくるわけですね。加速は早くバイクを起こしたい。起こした方がまあ直立して早く曲がる。山上がるじゃない。あの加速状態にはいいんですけれど、そこで意図的相談によってま家事を内側。内輪側内側の舵を。 押して車体が倒れたままだとバイクが起きませんから加速には不利になるであろうというも加速には不利になるはずですね。で最初の論に戻りますけれども話に戻りますがあなたの言ってるそのセルフステアもしくは意図的そうだそれはどこの領域であなた話してるんですかとこれコーナーの,あのライダーとよく 話するとしますけれどバイクが曲がりませんっていう表現する人多いんですけれどこれは結構速いライダーでもいますであなたはそれ曲がらないってどこの話なんですかっていうところから進まないといけない1コーナーが曲がらないのかヘアピンがとか、まあ、最終が高速コーナーと低速コーナーっていうその分けが必要になってきてやはりこのセルフステアで曲がる曲がらないのもそういう分けが必要になってきて、えー 繰り返しというかまとめに入っていきますと減速による倒し込みまたは旋回加速減速しないあの単に待ち状態になっているそして加速状態その3つの領域でセルフステアを論じなければいけないしそこで感じてもらってまたは試すにしても自分はどの領域その3領域の中でどこでセルフステアを 論じてるんだろうということを、えー、しっかり明確に意識すればよりいろいろなことが分かるんじゃないかなというふうに思います。で、えー、そのアマリングの動画を作った時にですねあのステアリングダンパーはどう影響してきますかっていう話をいただきまして、まあ、それステアリングダンパーの動画もあるのでステアリングダンパーでこういう影響がありますよっていう動画もあるんでそちらでも少し話しているはずなんですが、まあ、おさらいという意味でもう一回話をしますとステアリングダンパーもやはり あのかけ強くかけすぎると二輪,あの二輪車の自動操舵セルフステアをやはり邪魔するわけですね。それっていうのは要するに人間が内側の舵をグッと押した状態で走るようなものなので期待した旋回以上に曲がらないバイクだけ倒れるんだけれども向きが変わらないという割と怖い思いをすると。だから まあ私の中ではステアリングダンパーっていうのは極力柔らかい方向で邪魔にならないところまで弱めたいというふうに考えてセッティングした方がよいなというふうに考えます。まあ、それがまとめということになりますねあのステアリングダンパーに関して。まあ、そういった意味であのこの自動ソーダと意図的ソーダをこうした方がいいああした方がいいとかこれが正解あれが間違いってことではなくて、まあ、自分が安全に 走れるならそれが一番いいし街乗りにおいてはやっぱり安全性を第一に考えたい、えー、サーキット走行だと、まあ、タイムが基本になってくるしあの、まあ、いろんな曲がり方の,あのバリエーションをどうやって増やしていけるのかその意図的相談によってあのイン側にグググって寄せていきたい場合もあるしそれを使わずにあえてこう原則自体はまっすぐ入っていってカクッと向き変えたいっていう場合もあるでしょうから、まあ、そういう。 あの使いいいいいいい方を考えていくとといいんじゃないかなかう,うに思いますであの昔読んだ雑誌の記事で原田哲也さんかなんかは曲げる時にこう内側のハンドルをこうスーッと入れてバイクを倒していくんだってこともおっしゃってましたし八代俊二さんっていう方も、まあ、あのステアリングの邪魔をした方が早く走れるってことをおっしゃっててあの中尾伸也さんと話した時も結構かじをあのこじりますよって話をしてるわけですね。で まあ話が終わりそうでまだ終わらないくて申し訳ないんですけれどあの辺のレベルと自分のやってることが一緒だと考えない方がいいですねだから全くあの次元というかもうやってることの行為が全然違いますそれはあのまあ何人かその世界的ライダーって言うんですか青山周平さんでしたかねあの、えー 青山宏さんの弟の、まあ、やっぱり全日本チャンピオンになって GP250 を走られた方の一番走行会で一番後ろというか青山さんの真後ろ走ったり中野真也さんの真後ろ走ったりとかで見て観察すると同じ速度で走っててもあのしてることが全く違うんですね同じ速度って言いましたけど要するに一周回って同じだけどその中見ると向こうはサラサラっと走ってるけどこっちはもうドタバタ劇みたいな。でただあの GP ライダーの人たちは直線でアクセル開けないから例えば筑波を速い人は1分切る速度で走るけど1分15秒で走ってるからなんとか追いついてるってだけの話で実際はもうそれぐらいの低速ゆっくり走ってても彼らが何をしてるのかっていうのはもう別次元の安定感とか繊細さを持って走ってる同じタイムで走ったとしてもあの、まあ、1分15秒ってタイムで走ったとしてもですね筑波を。 もう全く違うその一般人の雑な走りそういうところを感じたりしていれば彼らが話しているレベルっていうのはもうと思いますあの今年の1月に全日本の ST600 のチャンピオンになった野口春樹さんっていう人とちょっと話す機会がありまして。 2人で食事したんですけれど彼がやはり中野伸也さんと話していてあのまだまだ分からないことがたくさんあるって言ってましたそれはあのアクセル開けるの待つと待たなきゃだめなんだよって中野さんは言うんだけどその待ち方にもすごいバリエーションがたくさんあるからそのまだまだやっぱり自分にはあのな引き出しが少ないんだなっていうことを彼は言ってたわけですねその彼は今年全日本の いろいろ賛否ありますけれど、まあ、チャンピオンにはなってるわけですね。ST600 でチャンピオンになるぐらいだとやっぱりトップランカーで上位の何台かって動きが全く違うわけですね。あの2桁シングルフィニッシュできないライダーとか表彰台立てないライダー表彰台に立てるライダーっていうその区分けしていったきにやっぱりあの動きバイクの動きも人間の動きもすごいなって思う中でその彼ですらまだあの言ってることがわからないっていう領域で。 GP ライダーっていうものはその二輪車に仕事をさせているえそ,そういう領域ですから一般人が言葉尻だけ捉えてあのセルフステアだ違うんだっていうことを考えるよりもまずは自分がちゃんとあのバイクの,そのセルフステアを邪魔しているのかいないのかっていうところをちゃんと認識した上でその先でそれができてるんだったらもっといろいろ試していった方がいいんじゃないかというふうに 私は考えておりま,すまあ順序でいくとそういう順序で、まあ、基本ができてないんだから基本から押さえていこうとよくあの最近何年か前10年前だかもうちょっと前だかあのバレンティーノ・ロッシー選手があの旋回前の原則から足を出すってことを始めてみんな真似してきたとであれができるのは、まあ、その知り合いの中野信也さんもおっしゃってたのがあの 初心者とかその全日本じゃないなあの筑波選手権走ってるその自分のチームのライダーとかにまだやる必要ないとでもっと速くなってきてあのあそういう足出しとかするのはいいんだけどまだステップの使い方も分かっていない状態でそういうことする必要はないというふうに言ってたわけですねだから私もよく来ていただく Twitter 界の巨人と呼んでる 酒井さんって方いまして、あの方が足出したいって言った時に、いやいや、ま,まだ待ちなさいとあの、もっと基本を覚えてからあの、足出しても遅くないんだからっていう話で、とどめさせたっていうこともあります。まあ、ちょっと名前出して申し訳なかったんですけれど、つまり、あの一般人が待ち乗りで、例えば右コーナーで足出したらブレーキ踏めないってこともありますから、そういうことは控えた方がいいだろうという、そういうことが言いたいわけですね。酒井ささんんごめんなさいい、まあ、そういったわけで えー、長くなりましたけれど今回の動画は以上です、えー、やはり分析的に、えー、細かくふわけしていって、えー、各パートで自分が何をしているのかをあの変えり見る必要があるだろう,うそれが結論となります、えー、今回の動画は以上ですご覧いただきありがとうございました